拍手で迎えられたのは、今月阪神タイガースの監督に就任した高知出身の藤川球児さんです。明日から秋市で始まる秋季キャンプのため、参加する選手とともに今日高知入りしました。森木大地投手や高知ファイティングドッグス出身の石井大地投手など、高知にゆかりのある選手の姿も。もうこれから頑張って応援します。同じく生で見れてよかったです。もうすでに貫禄ができて、よかったです、チーム一丸になって優勝ですね、藤川さんその力があると思います、昔からテレビで憧れてた藤川監督見れてすごく感動しました。嬉しかったです。頑張ってほしいです。タイガースの秋季キャンプは秋球場で明日から来月17日まで行われます。